行きましょう。昭和の車が大好きな80ガレージインパクト香川直江です。敬礼という感じでね。はい、今日はですねこちら31レパードアルティマ、こちらを紹介していこうと思います。それでは一日よろしくお願いいたします。ついにやってまいりましたよ、危ないデカの、テレビの第2弾、もっと危ないデカから使われてた後期モデルのレパードになります。まあね、劇中車はコンツートンだったんですけど、こちらあの黒ツートン、だいたい外観ノーマル。それでこのナンバー見てください、湘南ナンバーなんです。こちらの、あ、また取れたこれ取れちゃって、はい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 、これね、先っちょを持つと悪いね、なんでもね、先っちょはちょっと多感になってますからね。はい、4505なんですけれども、あのこれあの危ないデカの、その当時のナンバーが4505だったんです。で、まあ、このパトカー、あの劇中ではパトカー、覆面パトカーとして使用してたんですけど、そのお名前がですね、港302っていうお車でした。で、この前オーナーさんもあの危ないデカが大好きで、それで希望ナンバーで取ったそうでございます。はい、ですけれども、このアルティマも2種類あって、こちらはあのツインカムのアルティマで、劇中車とかであれ使ってたやつはツインカムターボのアルティマ。ツインカムターボのアルティマになるとこれが金だったらしいんですよね。で、ツインカムになるとこのシルバーのメッキなんですけど、それをやや金気味に変わってるというお車ですね。だからこちらのお車は3リッターのツインカムエンジンが乗ってるお車になります。で、これもね、あのなんかこう警察っぽい棒がですねついてますよね。はい、で、バンパーがちょっと僕知らなかったんですけど、これ2000のモデルもあるんですよね。2000のターボですか、ターボのモデルもあるんですけど、2000のはですねバンパーがねちっちゃいらしいんですよね。はい、これちゃんと大きい3リッターバンパーが前後ついております。だけど正真正銘の3ナンバー車でございます。はい、なんかいろいろ結構ね、あのラジエーターがこの前なんかダメになって変えられたそうです、ね、そのダメになった時のダメージの水の跡がちょっと残ってますけど、はい、ラジエーター新品でございます。またね、新品で部品が出るんでしょうね。 V6 3000 ツインカム、はい、で、タイミングベルト交換済みでございます。 93,089 の時にタイミングベルト交換済みでございます。 ATF も変えてますね。上回りから見る限り、うん、問題なさそうでございます。あとは下から見ましょう。これな酔っ払っちゃったんよ。酔っ払ってああいういろいろサイト見たらいけんな。これ高かった。これはもうちょっと人に言えん値段で買っちゃう。パキーンっつったわ。あっつって。はい。これね、残念ポイントがね、トランクの下のあれがないんですよ。マット。まあこれは仕方ないな。よっ。ああ、きれいきれい。はい。きれいですよ、これ。この袋の部分がね、よく錆びるんでね。で、もう一個残念ポイント。鍵が、なんかね、いたずらされたと思うんですよね。このロックの鍵とエンジンキーが違うんですよ。だからドアロックの鍵でエンジンはね、残念ながらかからない。鍵2本体制になります。ここはちょっと残念ポイントですね。当時ですね、あのソアラに対抗して作ったと言われているレパードでですね、やっぱり中がですね、高級ですね。ツーシーターなんですけど、パワーシートがついております。ね、はい、ちゃんと動きますよ。で、あのこれ今ね、走行が12万5千キロなんですけれども、ここの状態非常にいいんですよ。ね、ほら、破れてない。ね、全くそちらも。どうですか？縁とかもうほとんど、ね、綺麗な状態ですよ。運転席だけパワーシートなんだ。へえ。で、JBL のスピーカーがついてると。後ろ超綺麗。ね。はい。それと、サンルーフという嬉しい装備がついてるんですけれども、こちらがですね、よく動かないということが
あり得るんで、ちょっと動かしてみましょうね。アップ、お、アップするじゃん。ダウンで、オープン、あ、オープンしますね。はい、うん、十分でございますね。上も綺麗ですよね。はい、で、ハンドルがですね、やっぱりちょっと擦れてたみたいで、革をね巻きつけて再度加工されております。ここになんか置いてるんですけど、これ残念なことにね、ここがねちょっと裂けちゃってるんですよ。おそらく前なんかこう、こういうナビゲーションがペタッと貼るナビゲーションつけてたんでしょうね。だからここがどうしても剥げちゃったという形になるんで、今これで覆ってる状態になります。ただこのレパード用のですね、この何ですか、この純正の形に合わせたこういうものがあるんで、これでとりあえず覆ってるという状態でございます。だからまあこれ以上の劣化はですね防げるということで、はい、じゃあ試乗の方していきましょう。よし、行くぜ行くぜ、いたか、ピュー、 VG30DE でございます。前回こうちょっとこんな感じや、わかる、ユージ、ね、高山刑事と大下ユージ、あのなんかな、警部補みたいな人が大バカ者っち言ったやつよ。うん、足回りもいいですよ。これもうエアコンはいい感じで効いてるっぽいですね。でこちらツインカムの3リッターは200馬力ですね。アブデカ仕様はカスタムをしてないのがいいところなの。うん、カスタムしちゃうとねダメなんですよ。うわ、会長これはもう全然いいよ。ダンディ高山とセクシー大下と呼ばれてちょっと当時ね、インパクト香川三巨頭でこれで全然関係ねえな、今日切れてねえ。なんでかっつったらさ、ここにさほらニキビみたいなのできたよ、ここ。もうなんか顔になんかできるとへこむんよな。ユージは顔から行くんよ、ハンドリング。かっこよかったよな、タックハンドユージ。特にあれどっち派とかあったと思うんやけど、やっぱあの舘ひろしのロングコートでこう拳銃持って走るとこが好きやったな。はい、ただいま帰ってまいりました。さあ今日はこっちでライフも修理中。なんかすっかり旧車屋さんになりつつありますね。シーマも納車準備ですよ。どう、これ以前納車した通りがかりの人がね、通りがかりに買っていったチャリで来たもん。あら、また壊れた。さあで岩ちゃん下回りを見ていきましょう。右前大丈夫、はい、左前も大丈夫、綺麗ですね、ここも、うん、大丈夫です。オイル漏れ、オイルパンは大丈夫、前の方からす、ね、ちょっと漏れちゃう、ですね、前からこう風でこっちに来てるんで、あ、いやいや、年式的オイル漏れはあるかな。ミッションは全然綺麗です、綺麗よな、ミッションは大丈夫よね。視聴者は下回りを求めてるからね本当になかなか見れないから。あー、これは下回りいいですよ、うん、マフラーも破れてなく純正マフラーじゃん、なあ、純正で綺麗じゃんこれ。後ろのショックだけ変わっちゃうのかな、ビルシュタインになっちゃう、ビルシュタインになっちゃうの、純正じゃないでしょ、ね、これ違うね、ビルシュタインマークがついてるお前は危ないでか、あんまり世代じゃない、小さすぎて、あ、そうタカ&トシがやってたんですよ。それは分かります、分かってねえな、タカ&トシじゃないっちゅうね、タカ&ユージやっちゅうねタカ&トシじゃない、欧米カーになるよ褒められてる分かってないな。
有事の口癖覚えてる？口癖分からんすよ。ここ曲がってるやろ、はい、このくらいの曲がりは関係ないね。はい、今ちょっと柴田恭兵のモノマネをしたところでございました。なかなか岩ちゃんの朝の笑いは乾いておりますね。うちの社員は皆さん朝乾いてますから、ドライドライなんです。ギャグに誰も対応してくれない。宮根さんとかうーんってもう笑いうなずくだけ。それはこれ後ろもオイル漏れないよ、なんもないね。これ綺麗よね。無事故車認定でよろしいですか？認定でよろしいんじゃないでしょうか。はい、インパクトの無事故車認定いただきました。無事故車認定。なんかこう新たなるポーズを作っていこうかなと、ね、令和4年に向けて馬インパクトがちょっと先行しすぎて、車屋などにグルメ番組になりそう。無事故車認定。はいはいはい、はい、こちらのちょっと前回コメントが結構多くて、やっぱスポークですとかね、ワイヤーですとか BBS ですとかいろいろありましたけど、ほぼ僅差でございましたので、最後はもう私の一存でとにかく BBS を一回履かしてみたいね。ワイさんの後期の BBS の実物まだ見たことないんで、ちょっと履かしてみようと思いますね。しばらくお待ちください。はい、以上31レパードアルティマ編でございました。はい、こちらのお車も、準備が整い次第カーセンサーにアップしていきますので、詳しくは概要欄よりお問い合わせください。あと、まあもう年末もね近づいてました。出張査定以来まだ受け付けております。去年ね、思い出せば正月にね出張買取行ったもんね。もう休み返上していきますので、来てほしい方概要欄よりお問い合わせくださいませ。まずはヒアリングから入りたいと思います。それじゃあ皆さん、また来てね。じゃあね。あと岩ちゃんバタバタしてるんで整備士さん大募集しております。はい、これも近々紹介しますよ。ベンツ。うまいインパクトですか。今日はヘルシー三春がバーソー食いてーちゅう。でもバーソー今日のこちらでございます。こちらでございます。ああ素敵。今日は忘年会なのでちょっといいそばを、はいね、食べます。いいはいはいはい、いいねいいね。はい、ヤルさんが選んだ天地膳です。はい、かき揚げはこちらの塩。あ、はい、はいはい、かき揚げです。かき揚げおっきいね。かき揚げこんなに高いですよ。車高高いですよ。車高揚げ高高いです。これニシン、ニシン、ニシンです。と揚げナス、揚げナスちゃんですね。これ全部俺の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 。食べないでください。いただきます。超美味しい、超サクサク、うん、美味しいです。鴨ご飯、鴨ご飯美味しい。塩で、塩でそばを食べる、つぶって、うん、おいしい。揚げナスです。揚げナスです。うん、だって手伝ちょうだい。足りてんだろ。大下名物これなんやろ。馬豆腐買わんよな、うん、あるけど、うん、そうですね。ちょっと気分変えて野生馬屋に。野生馬はですね、大分の
郷土料理ですね。野生馬、うん、野生馬重た美味しいんやけど、そば、そばを食べる残す。うん。何か食べたの？あれね、ご飯が。そばうまいな。大盛りにすればよかった。そば。そば湯をね、こういろんなみんなあるさ。私タレに入れる派。みんな美味しかった？ああ、女子会うまいインパクト忘年会スペシャル、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんか和菓子買っちゃった。これおやつです。これと一緒におやつです。すごいねこの庭園。また新年会行こう。違うとこを探そう。